なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者第1章魔王学院編第21話ネクロンの秘術第22話ダンジョン試験朗読を始めます。魔王学院の不適合者第21話ネクロンの秘術。宣告の騒動に引きずられることなく、アイビスは低い声を発した。本日は我がネクロン家の秘術融合魔法についての講義を行う。アイビスが黒板に融合魔法の基礎魔法術式を描いていく。月光を魔法陣として用いる自然魔法陣のようだ。使われている魔法文や魔法文字も神話の時代に近いもののようで、なかなか大掛かりな術式である。生徒たちは魔法術式を模写するのもやっとという様子だったが、俺にとっては大したものではない。しかし神話の時代の魔族が研究してきた魔法だ。そういった意味ではなかなか興味深い。普段の授業もこれぐらいやってもらえると眠気を感じずに済むのだがな。ちょっとアノス、ノートに書くなり記録推奨に保存するなりしなくていいの？隣からサーシャがそんなこと言ってくる。記録ならしてる。ここにな。俺はこめかみを人差し指で叩く。嘘、よね。こんな複雑な魔法術式を見ただけで暗記できるわけないわ。驚き半分、疑い半分でサーシャはつぶやく。お前こそ、見たところ何の記録も取ってないようだが。ネクロン家の秘術だもの。私は直系だし、基礎なんかとっくの昔にマスターしたわ。そういえば、そうだったな。直系ということは、アイビスと親しいのか？まさか、ヒチマコウロウは雲の上の存在だわ。直系って言っても、私は16代目だもの。一番下だし、アイビス様と話をしたことなんて、一回しかないわ。魔族は寿命が長いことだしな。サーシャ以外の直系もまだ生きているだろう。今説明した通り、融合魔法の利点は魔力と魔力の融合にある。波長の違う別種の魔力を結合させることにより、強い魔法反応を生み、元の魔力を十数倍に引き上げることができる。これが初級融合魔法、ジェグム、だ。アイビスの講釈が続く中、サーシャが小声で話しかけてくる。ねえ、本当に覚えたの？適当なこと言ってないわよね。疑り深いやつだな。だって、私、この術式を理解するのに、1ヶ月もかかったのよ。お前が1ヶ月なら、俺が1秒で計算は合っていると思うが。サーシャがムッと睨んでくる。どうやら相当不服らしいな。瞳には、破滅の魔眼、が浮かんでいる。証拠を見せようか。どうやってよ。ちょうどアイビスの説明に一区切りがついた。質問のある者はいるか？教室内には恐縮した雰囲気が漂っている。恐れ多くて、誰も手を挙げられないのだろう。一ついいか。緊張を打ち破るように、俺はすっと手を挙げた。うむ、よかろう。立ち上がると、生徒たちのひそひそ話が聞こえてくる。あいつ、今度は何言うつもりだよ。っていうか、よくヒチマコウロウに手を挙げられるわね。ほんと、信じられないわ。どういう心臓してるのよ。的外れなことを言ったら、殺されかねないぞ。やれやれ。この時代の魔族は引っ込み思案だな。俺の子孫とは思えないほどだ。その、ジェグム、の魔法陣、というか、融合魔法の基礎魔法術式なんだが、構造に致命的な欠陥があるぞ。シーン、と物音一つない静寂が訪れた。ふむ、どうやら俺の一言で教室の空気が凍りついたか。ああ、あいつ、もうダメだ。今度こそ終わりだよ。エミリア先生の時とはわけが違うぞ。ネクロンの秘術に欠陥があるって、つまりヒチマコウロウのミスを指摘してるってことで。しょ、やばいなんてもんじゃないわよ。だいたい、ヒチマコウロウが開発した術式構造に欠陥なんてあるわけないだろうが。ざわざわと騒がしい生徒たちとは裏腹に、アイビスは冷静に声を発した。欠陥とは？この基礎魔法術式なら魔力の融合はできる。魔法反応によって、十数倍に魔力は引き上げられるだろう。だが、術式構造から言って、この融合は長く持たない。ぐっと身構えるように生徒たちは魔法障壁を展開していた。今にもアイビスが攻撃魔法で、教室を殲滅せんと言わんばかりだ。初見でそれに気がつくとは大したものだ。
教室中が肩透かしを食らったような雰囲気になった。大したものってどういうこと？すごいって意味じゃない。初見って？落ち着け、お前。普通の言葉が理解できてないぞ。アイビスが黒板に融合可能時間などを書き加えていく。確かに融合魔法は持続時間が著しく短いという欠陥がある。基礎魔法術式の構造によるもののため、上級魔法になろうとも、この欠陥自体を消すことはできないのだ。俺は加えて指摘した。波の使い手なら、融合時間は約3秒、5秒。これだけ派手な術式を組んで、それじゃ覚える価値のある魔法とは言えないな。アイビスが応用にうなずく。確かに融合魔法に優位性がある場面というのは限られている。ほとんどのケースでは、他の魔法で代用した方が良いだろう。しかし、さらに深く深淵を覗けば、あるいは化けるかもしれぬ魔法でもある。ふむ。さすがは俺の力生み出した配下だ。術式を完成させることはできずとも、その魔眼は到達点をしっかりと見据えていたか。同感だ。俺が深淵を覗いたところ、真の融合魔法の基礎術式が分かった。そのゼリフに、さすがのアイビスも驚いたように魔力を震わせた。教室中のノートというノートがパタパタとめくれ、ペンが落下する音が響く。ああ、終わりだ。殺される。殺されるぞ。嫌だ、死にたくない。どうして不適合者なんかと同じクラスになっちまったんだ。生徒たちはまるで死を覚悟したかのように、ガタガタと震えている。この術式構造を改良できるというのか？低い声にわずかな驚きが混ざる。簡単だ。我が千年以上もの時を費やしてきた魔法術式なのだぞ。まあ、見ていろ。俺は立ち上がる。ちょっと。融合魔法は、ネクロン家の秘術よ。ガイズの魔法は見たことあったかもしれないけど。サーシャが俺を引き止めるように言った。たかだか授業で、何をそんなに心配しているんだ？別に、心配してるわけじゃないけど。ぷいっとサーシャはそっぽを向く。見ていろ。俺は黒板の前へ歩いていき、魔力を発して、魔法術式をさっと描き換えた。どうだ？アイビスはそれを見た瞬間、息を呑んだ。数瞬遅れ、彼の体がわなわなと震え出す。黒板に描かれた魔法術式というのは、実際に魔力が入っている。構造を理解するのにはそれなりの魔眼と頭が必要だが、術式が成立しているかどうかは、一目瞭然なのだ。これは、なんということだ。融合時間が数百倍に、そうか、起源魔法の術式を組み込んだのか。だが、起源魔法の術式を他の術式に組み込ませるなど、一体どうやって？必死に魔法術式を解読しようとするアイビスに、俺はこともなげに言った。簡単なことだ。融合魔法の術式を応用して、魔法術式同士を融合させただけだからな。な？アイビスは絶句した。思いもよらなかったのだろう。だが、誰もが見ていながら、誰も気がつかなかったことに気づく。言われてみれば、実際に目にしてみれば、なんだこんな簡単なことだったのかと思う。魔法研究とはそういうものなのだ。なんという発想だ。アノス、ボルディゴード、と言ったな。まさか、我よりも先に融合魔法を研究している者がいるとは思ってもみなかったぞ。ああ、なるほど。少々誤解させてしまったらしい。いや、アイビス。これはお前の成果だ。何？俺が融合魔法の術式を見たのは今日が初めてだ。お前の研究なくしては、この魔法術式は完成しなかった。俺は最後の一押しをしたに過ぎない。アイビスは驚愕したような声を漏らす。なんだと？初めて見た融合魔法の術式をここまで完璧に理解し、このわずかな間に完成させたというのか？何？早い遅い刃物の数に入らない。あと千年もあれば、お前も気づいたはずだ。照明が済んだため、俺は席へ戻ることにした。なぜお前のような化け物が学院なんぞに通っている？教えることなど何もないぞ。アノス、ボルディゴード。俺の背中にアイビスが威風を持ってつぶやいた。途端にまた教室中がざわざわと騒ぎ始めた。どうなったの？生きてる。生きてるのはわかってるよ。全然理解できないけど、なんか、アノスが融合魔法の魔法術式を完成させたみたいだ。あいつ、何なんだよ。
不適合者じゃなかったのか。不適合者って、天才って意味だっけ？お前、驚きすぎて、また普通の言葉がわからなくなってるぞ。自席の椅子を引き、着席すると、口を開いたまま俺を見ているサーシャに言う。ちゃんと理解してただろ？もう、なんて言っていいかわからないわ。第22話、ダンジョン試験。大魔法教練が終わり、昼休み。俺は廊下でアイビスと話をしていた。つまり、お前が我が主、暴虐の魔王だというのか？ああ、暴虐の魔王の名はアノス、ボルディゴード。それが何者かによって、アボス、ディル・エビアと書き換えられた。頭ごなしに否定することなく、アイビスは聞いた。何者かというのは？まだわからないが、貴様の記憶を消したやつだろうな。なるほどな。アイビスは考え込むように口元に手をやった。確かに我の記憶が消されたことも、その説明で納得がいく。だが、アノス、記憶を消したのはお前の仕業ということはないか？殺気を込めた魔眼で、アイビスは俺を洞察する。残念だが、やってない証拠は見せられないな。お前は有能だ。だが、その有能さ、暴虐の魔王に急なすものだとすれば、捨ておくことはできぬ。アイビスはバカではない。記憶のない奴の立場からすれば、俺が本物かどうか見分ける術もないだろう。だとすれば、敵である可能性を疑うのも当然だ。何せ奴が知る限り、レバイドの魔法を使えるのは俺だけなのだ。2000年前に遡り、記憶を初めからなかったことにできる候補の一人ということである。記憶を消し、暴虐の魔王になり変わろうとしているのが、味方を装い近づいてきた俺なのではないか、と思ったところで不思議はあるまい。しかし、今のところは中立としておこう。そなたには、懐かしさを感じる。そうしてくれれば助かるがな。さらばだ。アイビスは去っていった。今の人、七魔子うろうのアイビス、ネクロンでしょ？ほんとだ、あたしたち黒服でもアイビス様と口を聞くことなんてできないのに、あの白服の生徒、一体何なの？ねえ、もしかして例の不適合者じゃない？どうして不適合者が七魔子うろうと？憎みではない連中か。しかし、ここの生徒は噂好きだな。人のことなど気にしていても仕方がないだろうに。アノス君。声をかけられ、振り向くとエミリアがいた。落とし物です。渡しておいてください。エミリアから交渉を受け取る、押された烙印は六芒星だ。俺のものではない。誰のものだ？あなたの班の班員ですよ。サーシャかミーシャだが、交渉の芒星の数は見ていなかったな。どっちだ？サーシャさんではない方です。妙な言い回しをする。ミーシャと言えばいいだろうに。しかし、俺を使いっ走りにするとは、怠慢じゃないか。自分で渡せばいいだろう。ムッとするかと思ったが、エミリアは困ったような表情を浮かべるばかりだ。まあ、いいだろう。ミーシャもこれを探しているだろうしな。渡しておく。キビスを返すと、俺の背中にエミリアは言った。午後はダンジョン試験がありますから、教練場ではなく、地下ダンジョンの入り口に集合してください。わかっている。その場を後にする。ミーシャの魔力を追い、デルゾゲードの中庭へやってきた。人だかりができている。その中心にはサーシャとミーシャがいた。残念だけど、私にはどうしようもないわ。班に入りたいのなら、アノスに行ってちょうだい。ですが、サーシャ様、あの不適合者、全く取り合う気がないんです。サーシャ様の方から、何とぞお口添えを。そ、じゃ、仕方ないわ。私が言っても聞かないもの。サーシャの元班員たちのようだ。どうやらサーシャと一緒に俺の班に入りたいようだな。何やら、必死に取りなしてもらおうとしている。隣にミーシャもいるのだが、しかし誰も話しかけようとしない。俺の班に入りたいなら、ミーシャに取りなしてもらう手もあるだろうに。最初からいたミーシャの方が、途中で班に入ったサーシャよりも、俺と親しいと考えるのが普通だ。そうしないのは、ミーシャが白服だからか？単純にミーシャとは接点がないから頼めないのか？そういえば、ミーシャが他の魔族と話しているところを見たことがない。まあ、自分から話しかけるような性格でもないし、いつもは大抵俺といるからかもしれないが。サーシャ様、あんな不適合者の範囲のままで満足なのでしょうか？
何かお考えがあるのではないですか？サーシャはうんざりといった表情を浮かべている。契約だから仕方がないわ。それにアノスをただの不適合者と侮りたいのなら、融合魔法を完成させられる者だけがそうしなさい。途端に生徒たちは沈黙した。グーの音も出ないといった様子だ。もういいでしょ、行きなさい。しぶしぶといった風に生徒たちは去っていった。はあ、とため息をつくサーシャに俺は声をかける。俺の配下らしい、なかなか痛快な断り文句だな。俺がいると思っていなかったのだろう。サーシャは目を丸くした後そっぽを向いた。うるさいわね、あいつらが鬱陶しかっただけだわ。弱々しくサーシャが言う。ミーシャ、落とし物だ。交渉を差し出す。ありがとう。ミーシャは交渉を受け取り、制服につけている。迎えに来た？何のことだ？午後はダンジョン試験。エミリアも口にしていたが、この後はダンジョン試験というものがあるらしい。簡単に言えば、デルゾゲードの地下深くまで設けられた迷宮に挑む試験のことだ。判別対抗試験同様、ハンデの行動を行うことになる。ダンジョンに置かれた魔法具や武器、防具などを集め、その得点を競う。迷宮探索の技術を訓練するのがどうのこうのと講釈を垂れていたが、早い話がただの宝探しだ。そういうわけじゃなかったが、ちょうどいいかもな。集合場所がダンジョンの入り口になるため、少し早めに移動しなければならない。ところで、アノス、あなた、ちゃんと試験の説明聞いてたかしら？ああ、最下層の祭壇に備えられた王爵を手に入れれば満点なんだろ。簡単なことだ。全然聞いてないじゃない。満点だけど、絶対に無理だわ。最下層には生徒どころか、教師だって言ったことがないんだもの。本当に王爵があるのかもわからないし、そもそも最下層が存在するのかさえ怪しいところだわ。なら、なぜ評価項目にある？そんなこと私に言われても、知らないわ。地下に王爵があるっていう伝承があるからでしょ。やれやれ、まったく、どうしてこの学院はこう適当なのか。王爵は、ガイズの魔法を強化する杖という話だったな。ええ、始祖が作った魔王の杖と言われているわ。それならある。また適当なこと言って。まあ、いいわ。そろそろ行きましょう。時間だもの。歩き出すと、隣に来たミーシャがじっと俺を見上げた。どうしてわかる？俺の城だぞ。ミーシャが小首をかしげる。あそこに入るのも久しぶりだなと思いながら、俺は地下ダンジョンの入り口へ向かった。すでにそこには2組の生徒たちが集まっていた。俺たちが所定の位置に着くと、ちょうど授業開始の鐘が鳴る。それでは、これからダンジョン試験を始めます。なお、ダンジョンで手に入れたアイテムの所有権は、ハンリーダーにあります。制限時間は明日の朝9時まで。早めに戻った生徒は帰宅して構いません。ギブアップするものは、リークス、で先生に伝えてください。エミリアは地下ダンジョンの扉を開く。あなたたちに始祖の祝福があらんことを。合図とともに、各班の生徒たちが一斉になだれ込んでいく。俺は特に急ぐことなく、ゆるりと歩いていた。ちょっと、アノス。先を越されるわよ。ダンジョン試験は早いもの勝ちの勝負なんだから、こんな悠長に歩いている場合じゃないわ。大丈夫だ。大丈夫って。行きたいなら先に行ってもいいぞ。一人で行っても仕方ないわ。ぷいっと振り返り、サーシャはほんの少し先を歩いていく。試験には魔物が配置されているそうなのだが、先陣を切った生徒たちが倒してくれているため、俺たちはのんびりとダンジョンを進むことができた。そこを右だ。なんでわかるのよ。来たことがあるからだ。今一つ信じられないといった表情をしながら、それでもサーシャはしぶしぶ俺の言う通りに歩いていく。10層ほど降りたところで、ミーシャが言った。聞いてもいい？どうした？誕生日は、何をあげたらいい？ミーシャが前を行くサーシャの背中を見つめる。サーシャのか？コクリとミーシャはうなずいた。明日。なるほど。急な話だな。まあ、仲直りしたのが昨日の話だから仕方ないだろう。サーシャ。何よ？お前、今欲しいものはあるか？そんなの、この試験で一番になることに決まってるわ。なんとも色気のない答えだな。
だそうだが。困った。一番ならプレゼントしてやれるぞ。ミーシャは首を左右に振った。一生忘れないものがいい。それはまた随分とハードルが高いな。お前が考えたものなら、何でも喜ぶんじゃないか？そう。仲直りできて嬉しそうにしてたからな。ミーシャは無表情でじっと考える。洋服がいい。服か。ちょうどダンジョン最下層の宝物庫にいいものがあったな。サーシャが喜びそうなものがあるぞ。本当？ちょうどここの地下にな。まだ残ってたら、お前にやる。すると、ミーシャは珍しく微笑んだ。ありがとう。ところでお前の誕生日はいつだ？明日。そうか。双子なのか。確かによく似ているからな。何が欲しい？ミーシャはしばらく考える。いらない。遠慮しなくていいんだぞ。会えないから。別に明日会えなくとも、誕生日プレゼントぐらいはいつあげてもいいだろう。それとも、本当に欲しいものがないのか？まあ、押し付けてやればいいか。ところで、ミーシャはいくつになるんだ？明日で15。ということは、サーシャも15か。彼女が生まれたのは15年前、魔王の始祖が転生するのは今年。それでも、サーシャは始祖の生まれ変わりと噂されている。つまり、生まれ変わりというのは言葉通りではないわけだ。魔王の始祖は赤子として生まれるのではなく、すでに生まれており、力を持った強い器に転生すると考えられているのだろう。俺がどういった形で転生するかは特に伝えていなかったが、もしかすると、赤子に転生したことは逆に伝承とは違うと思われているのかもしれない。魔王学院が始祖を探すためのものではなく、逆に俺を始祖と認めないために作られているなら、その可能性もある。アノス、ここ行き止まりだわ。突き当たりでサーシャが振り返った。ああ、隠し通路だ。そんなわけないわ。マガンで見てみても、何にもないもの。マガンじゃわからないように対策してるんだ。そう言って、俺は突き当たりの壁に向かい、まっすぐ進む。え、ちょっと、アノス？ドガン。と俺の頭が壁に当たり、壁が破壊される。俺がそのまま力任せに歩いていくと、壁はドドドドド、ゴゴゴゴゴと俺の体の形に破壊されていく。はぁ、あ。頑丈。確かにバカみたいに頑丈だし、すごいはすごいけど、あれ、隠し通路って言うのかしら？マガンじゃわからない。魔法の仕掛けも何にもないものね。唖然とした表情を浮かべ、立ち尽くすサーシャとミーシャに俺は言った。早く来い。狐につままれたような顔をしながらサーシャは歩き出した。ただ壁をぶっ壊してるだけだわ。うん。次回は、魔王学院の不適合者、第23話、魔王城の宝物庫、第24話、サーシャの真意、高評価、チャンネル登録、お願いします。